どうもこんにちは、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ゼルダの伝説知恵の借り物初見実況をプレイ始めていきたいと思います。さあではね、前回この聖域を、入り口を出すことに成功しました。では早速、中に入って探索していきたいと思います。よし、行きましょう。ギルドの聖域行きますか。はい、ちょっと下がってて。おもろいね、やっぱゼルダ。もっとみんなに見てほしいな。どんどんやりたいよ。はい、行きます。ビヨン。お、リンク、何してんのそこで。リンクがいましたね。緑の服の人、ゼルダ、今のリンクじゃない？リンクだよね、きっと。リンク操られてんのかな。さあでは早速。あー、なるほど、そういう感じか。こうやって上を登っていくと、で、こうすればいいんだな。よし、 OK。 すげえ、これジャンプしながら回転できるな、これ。ふっふっ、いい感じです。 OK、 これ嬉しい。シルベナイス。あ、ごめんなさい、これちょっとまだやらずに。なるほど、そういう感じね。ほほほほほほほ、覚えました。ユカビオン、ユカビオン。で、終わりかな。なるほど、ユカビオン。全部避けるだけでよかったんだね。はい、ありがとうございます。お、ナイス、20ルピー。これちょっとユカビオン使ってみよっか。こう乗って、めっちゃ便利それ。ユカビオン、ナイスわ。ユカビオンめっちゃいいじゃん。これなんだろう、これ。これ何だ。あー、なるほど。で、ちょっと一旦あいつたちをやりたいから。ほいよ。で、モリブリン。よいしょ。この野郎。届かない。OK です。一旦やりたいよね。よしです。OK、ありがとうございます。さあ、では、ちょっとね、準備だけして。開けて。やめて、こうやってピョン。 OK、 ナイス。よし、ほう、はい、 OK。 お、妖精とか入ってそう。ないんだ。え、何もないので、鍵でしょう。 OK、 小さな鍵ゲット。今回サクッといけてますね。このさ、扉が閉まってないのがすごいよね。これゼルダ入ったらもう終わりでしょう。ちょっと待ってください。何もないんだ。お、何これ。へっ、そう、これは1なんだ。はいはい、遠くを見つめ続けている。え、何か使えるのこれ。なんか蝶々だな。
うしよう。剣モリブリンかな。頑張れ。あ、エネル使ってもいいのか。頑張れ。俺も参戦した方がいいか。俺も参戦するぜ。よしです。 OK、 ありがとうございます。ちょっとエネルゲット、エネルゲット、すいません、ありがとう。よし、でこれはどうだい。ガモース、ガモース、ガモースはちなみに3なんだ。敵を見つけると突進していく虫型の魔物、速度は凄まじいが急には止まれない。結構強そうですね。シルベがあったね。シルベが何も入ってないんだけど、なんで。あー、どう、これシンクで、OK、シンクで、OK、やって、よいしょ、 OK です。そう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 、いいぞいいぞいいぞ。特になんか迷っているところも今回ないし、いい感じにいけてます。うっとっと、ぶねぶねぶね、あぶね、やってんなお前。じゃあこっちもバウンジローで対抗させてもらうぜっつって、よいしょ、キャリアタウン、ナイスバウンジロー、ナイスバウンジロー。こいつね、よいしょ、うん、ナイス、金玉、金玉、金玉。まずい。バウンジローを出して、はい。いけ。頑張れ。ナイス。ありがとうございます。チナ、これって上あったっけ、なんか。何もないよね。オッケーオッケー、行きますか。さて、お、ここもワープできるところがあるんだ。何箇所かあるんだね、じゃあダンジョンの中に。はい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 、ちょっとじゃあこっち側から行ってみるか。お、出たよ、お化け太郎ね。こいつ出たぞ。ガーモスが使ってみるか。ガーモスと、ちょっと待って、お前じゃない、ロープ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 使おう。ロープだっちゅうで。そう、ナイス、強い強い強い。ロープはどんどん使っていこう。ガーモス、ガーモス結構強いな。こいつちょっと、よし、やるか。OK。なんだよ、結構簡単じゃねえかよ。いや、もうこれ普通にさ、こいつ、借り物しない方がいいんじゃないかってくらい、強いな、リンクが。ポウ!さあ、ポウは、ちなみになんだけど、4なんだ。ランタンの炎をばらまくいたずら幽霊。追いかけても壁をすり抜けて逃げてしまう。おー、強そうだね。お、静か。ダンジョンマップ、ナイス。ありがて。ありがたくはないか、別に。じゃじゃ、エネルが欲しい、俺は。エネル、ネス、エネル。あー、無の世界行くんだ。あ、リンク。はい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 。やっぱりリンクだ。どこに行くんだろう。これ多分こっちが正解だと思うから、そのまま行きますか。なるほどね、行けポー、強い。いてててて、嘘でしょ。頑張れポー。
ちょっと嫌いなんだよね。んで、おー、ルピーね、ナイス。ルピーは嬉しい。で、ベッツ、ベッツ、ベッツ。オッケー。ほう。で、これは、多分、壊すとか、オッケー。で、そうだね。そうなって、おー、ナイス宝箱。あいつなんか、レベル高くなってないなんか。50ルピー、嬉しい。ちょっと別に戦う必要はないんだよね、こいつと。よいしょ、危ね。で、いいのか。ああ。で、トランポリン乗っけて、OK。完璧完璧。お、シルベだ。シルベ。宝箱あるね。いていていて、そうだそうだ、俺の仲間じゃないやん。ちょっと待ってね。ガーモス。お前、もったいね。よいしょ。ちょっと待って、それをやめてくれ。強い、お前。よい、危ね。待てよ、あぶね。ガーモス強えんだよ。そう、マジ強えんだけど、お前。俺さっきどうやって、どこからだ、ここからか。ちなみにいる、いる、よかった。倒す必要はないんだよな、とにかく倒す必要はなくて。やばい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 、あっち行け。嘘だろ、嘘、それがうざい、それがうざいね。やべ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 、あっぶねえ。一旦出てきたのはいいんだけど、で、こっち側まで行けるよね。いやー、ちょやるか、剣もりもり。頼む、俺のために。いて、飲みますか、じゃあ。はい、頑張れ。よし、ナイス、ありがとう。で、これな、メガドンを出して、あ、いけない。で、よいしょ。ちょっとそれまずいな。ダメなんだ、ダメなんだ。届くんだ。よし、待てよ。だとしたら、ここリンクにして、オッケー。よし、大丈夫。よし、ナイス、完璧。バカ。送風機さあ、ここ何か
送風機特にか、ここもう一回回す。で、もう一回回してあげる。OK。で、からの、今日ちょっとボス部屋の前まで行きた。なんだこれ。うん。え？鷹の像？え？何がいいんだこれ。なんかさっきから像をめっちゃもらえるんだけど、何か使えるの像は。像をゲットしました。コレクション的な感じなのかな。なんかそれとも使えるようなあれがあったりして、ちょっと道だけ作っとくか。だけしっかり作っといて、あーなるほどね。オッケーいける、オッケーいけるんで、これいらんね。ギリギリまでギリギリ。完璧でーす。ちょっとまずいね。なるほどね。いきます。くそ、ダメだ。剣盛りぶりに戦わせるか。何しょお前ら。ちょ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 、頑張れ。うわー食らってんじゃん、やめてくれ。うわー積んだなー。じゃあギブド3出すか。やれギブド、強い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 。お前たちなら総裁してくれるんだな、ありがとう。強っ。マジでこれ何いるの、この猫の像は。後でいるのかな。何もないんかい。お、またシルベだ。あー何これ、さっきから結構広いねここ。唐辛子、あーもったいない。唐辛子しかなかったわ。ポカポカスパイスか。リンクだ、また再戦。あれ？今回はアーチャーリンク？かっこよっ。おー、目が赤色になったね。さてさてさて。あー、こういうの出しながら戦うのかな？猫の像とか。逃げやがってこの野郎。てれてーん、うら、来いよ。
どうなった？ほう、あ、リンクではないんだやっぱね、これ。やばい、出てきたぞ、いっぱい。何？嘘だろ、倒したわけじゃないんだ。待て待て待て、ちょっとね、こうして一旦ここで猫の置物を使って、いて一回エネル、わわ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 、強い、いて、ここは置物をやるじゃん。一旦置物を、来た、行くぜ。エネル回復。お前ずる。いて、ちょ、待て。危ねえぜ。たくたくさん食べて。よし。これで弓使えるんだったら強くない？これ。どうよ、やれないのか。おお、やった、やっぱ弓だね。アーチャーゼルダになっちゃうってこと。ファセってお城の人たちがそうだったみたいに、リンクを無の世界に取り込まれて偽物にされちゃってるみたいだね。裂け目を消せば助け出せると思うんだけれども。ありがとうございます。やったー、力の弓矢。剣士モードで使えるようになったんだ。でかすぎる。ハートちょっと回復してこう。これあれだな、置物って縦代わりになるとかそんな感じなのかな。そんな気がしてならないが。よし、ちょっと一旦ここまで来てますが、なんだそれ、なんかキモいんだけど。きっしょ。剣モリブリン出して、気持ち悪いな。ててはいはい、これ何、アリ？ゾロゾロ。こうなってくるとあいつが欲しいんだよね。糸チュラ、よっしゃっけ、覚える。うん、ゾロゾロ塚強い、いいじゃん、めっちゃ。これをうまいこと、で、これを壊してあげないといけないと。あっぶねえ。よし。何あれ？もしかしてなんだけど。ちょ、で、こっから。よし。そうだね。お前、バカ。バカ野郎。君もありがとう。で、ここから多分、あ、こいつなんよ。これ、ユカビューン。ナイス。完璧。ユカビューンやん、今のは完全に。いきます。よし。OK。で、もう印多いな。結構まだまだあるぞ。なるほど。あ、
そうやって一応できるのはできるんだ。で、オッケー。違う。ダメだ。はい、覚えた。象の象、象の象、象の象。で、ここで鍵を手に入れて、小さな鍵ナイス、小さな鍵ナイス。で、よいしょ。で、戻りゃんせ。さあ、ここちょっとやっといた方がいい。でも結局か、結局な気がするから、でさあ、どこに行けばいいんだろうこれ。今俺ここに来て、こう来て、待って、なんか奥に行けるところがあるのか。ちょっと待って、もう一回行くか。奥に行けるところがあった、もしかして。何してんの。奥に行けるところがあった。ないよね。ああ、行けるんだ。ちょっと待って、行けるのか。ごめん。で、こう行って、ん？あ、なんだなんだ、戻れるだけか。なんだよ。戻れるだけか。で、そこにしるべがあるのはなんでなんだろうな。ここに一回戻るか。一応行ったのは行ったんだよね。あ、ここの鍵か。こうこう、俺どっから来たんだっけ。ちょっと待てよ。こっち行くのありだね、一回。はあ、全然わかんねえや。なんかちゃんと進んでいかないとわかんないこともめっちゃある。よいしょ。で、違う、そうだよね。あー、なるほど。ごめんごめん。ってことは、俺がさ、ここで戦った、ここか。オッケーオッケー、ここだな。こっちはいけないんだ、まだ。結構時間かかりそうだな、これ。ギリギリまでやろっかなと思ってたんだけど、なかなかね、めちゃ邪魔だな、お前。で、この部屋の、こっち側に、これが使えるところがあるとき。ん？ああ、なんかあるね。か。ガシャン。足りるわ、ポリポリ。なるほど。これをうまいこと引っ張って、あれなあ、どうしたらいいんだろうな、あれ。よいしょ。はあ。で、こう。オッケー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 。で、こっち、違う違う違う。あれ？あれ、うぜんだけど。あ、で、内側に引っ張ってあげて、で、こうなる、こうなっていて、ゆか瓶を使えば、どう？
ッケーオッケーオッケーオッケー。で、ユカビューン。で、こう。で、こう。オッケー。で、タリルはポリポリでしょ？いいじゃん？何それ？お墓の、なんか、石碑？これは塔の上で翼を休める。鋭い眼光って硬いくちばしをさ、知ってんのよ。うん。それゲットしたよ、俺。だからそれは何？あ、やっぱいるんだな。それはゲットしたんだけど。はあ。何かしらのギミックがあるとか？もう次行けるところってここら辺くらいか。こっちちょっと行ってみるか。外かな。ん？ん？ちょっと待って。はい。2つの異なる貢ぎ物を求む手がかりはこの階のどこかに記されている。ちょっと一体ここで終わるか。よし、では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。